前回のあらすじ。明確な敵の存在を認識した市川、そんな折末永翔子に呼び出され出向くと、彼女からは辛辣な言葉が返ってくる。くだらないけど面白い。市川は意を決し、木枯らしプロデューサーに連絡を取る。あの原稿をもう一度直させてほしいと。チンチコールともです。サウンドノベルマッチ実況プレイ始めていきたいと思います。それではですね、それではですね、もう言えない、前回に引き続き市川さんやっていこうと思います。木枯らしプロデューサーとともにですね、アンカフェにやってきた市川さんなんですが、あの原稿、さっき送った愚劣な原稿をもう一度直させてほしいということを市川さんは木枯らしさんに伝えましたというところからスタートです。席に着くなり、私はそう切り出した。え、先生。木枯らしはそこで絶句して、まさか先生、他局から声がかかったなんて。ひどく懐疑的な目になっている。いや、その反対だ。なんか今までで一番正気を感じる顔をしてません？私はそう思ったんですけど。今、私はきっぱりと否定した。あれをもう一度練り直したい。今までの市川文康の代表作にしたいんだ。木枯らしはポカンと私を見た。パクパクと口を動かしている。後の言葉が出てこないらしい。先生、私ここ大好きなんですよ。この対比というか、二人の顔というか、サムネ候補ですよね。やっとかすれ声で木枯らしは言った。どういう心境の変化です。いろいろ考えたんだ。私は素直な気持ちを言った。本物を描いてみたい。一度くらい本物を描いてみたい。木枯らしは辺りを見回して唇をなめた。しばらく呼吸を整えている。通じなければそれでいい。どう言おうが私はやる気だ。これは局との問題ではない。私自身との勝負なのだ。先生。木枯らしは頭の汗を拭いて声を落とした。まあ、市川さんは今日初めて敵を認識して、かつ、まあ、翔子とお話をしてですね、何か思うところがあったのでしょう。戦うことに決めたんですね。それを木枯らしさんは受け止めてくれるのか。本気ですか。意外に真剣な声だ。先生が本気でおっしゃっているのなら、僕は乗ります。意外な言葉だった。木枯らしはさらに低い声で身を乗り出した。実は僕は文学青年です。文学を愛し作家を志したりする若者。まあ、卑俗なコメディやエロ番組を手掛けることも多い木枯らしだが、その昔芸術至上主義者であったとするなら、至上主義者であったとすれば、長年の激しい苦悶の末、現在の心境に至ったと想像される。本当にやりたいこと、彼がやりたかったことっていうのは、多分お金にならなかったんだろう。だし、社内での立場もきっと苦しくなるようなものだったんだろう、ということが推察されますよね。だから、お金になること、会社の売り上げになること、そういうことをやらなきゃいけない、でもやりたいこともあるのにっていうね、さまざまな葛藤があったんだろうね。今のテレビは嫌いです。木枯らしは私の手を取った。初めて告白します。先生が本名で受賞された衝撃のデビュー作、大好きです。失礼ですが、それからのお作はダサくです。陳腐です。はっきり申し上げて、文芸でも文学でもない。脚本は文学だろうか。これには様々な疑問があるようだ。脚本文学という言い方を提唱し、脚本独自の価値を主張する脚本家もいるようである。が、概ね脚本は映像化のための重要な設計図として認識されていることが多い。この辺はね、多分いろんな考えがあるんだろうね。私はちょっと脚本とかはちょっと分かんないです。
作家と呼ぶには恥ずかしい代物です。ヘラヘラと軽薄な男だと思っていた局プロデューサー木枯らしフクロウが初めて自分の言葉で言語で喋った。私は感動した。彼の言葉は強烈なボディーブローとなって、私を完全に打ちのめした。ごめん、本当にさ、前回のパートから続けて撮ってるんだけど、もうね、寝起きなんだよね寝起きだからなんか全然喋れない。全然もうごめんちゃい。ダウンしながら私はそのパンチの美麗さに酔った。 KO されるボクサーの快感があった。ありがとう木枯らしさん。私は長い付き合いの中で初めて木枯らしをさん付けで呼んだ。その手を強く握り返した。分かってくれるとは思わなかった。嬉しいです。やりましょう先生。木枯らしは涙ぐんでいた。ただし一つだけ条件があります。木枯らしは急に険しい曲プロの目をした。はい、何ですか。私は用心深く敬語を使った。先生、本名でやってください。あっと私は心の中で叫んだ。この作品だけは堂々と本名でやってください。本名で市川文康の代表作を残してください。作家の最高傑作であり世間的にも最もメジャーな作品のこと。しかしその作家の資質があまり反映されていないにもかかわらず作品がメジャーになってしまい、意に反して代表作と呼ばれてしまうこともある。そんな皮肉な代表作を市川は何作も持っている。あまりに皮肉。でも市川文康の代表作にしたい。中島哲夫の代表作はいくらでもあっても、市川文康にはおそらくこれから書くもの、それが代表作になるんであろうと。それは私の言いたいことだった。ありがとう。私は力いっぱい木枯らしの手を握った。やりましょう先生。局内の調整は任せてください。必ず通します。スペシャル枠を作ります。ドーンと大々的にやりましょう。そして良心作でもこんなにいい数字が取れるんだということを見せてやりましょう。木枯らしは再び私の手を力強く握りしめた。あー素敵やん。なんか後ろがさモザイクかかっててさ、もう二人だけの世界、二人だけがこの瞬間手を取り合って覚悟を決めた瞬間ですよね。これはテレビ界への反乱です。いや、愚劣なテレビ界の粛清です。今やってるあれはドラマなんかじゃない。本物を見せてやりましょう。先生と僕ならできます。先生、純文学大作です。純文学大作。テレビが久しく忘れている言葉だ。新しいテレビの流れです。人の心を打つ良心作で数字を取る時代が始まるんです。さすが局プロデューサー、キャッチコピーがうまい。乗せてくるね。私の体内にも久々に熱いものが流れる。先生、我々は今日から同志です。木枯らしは一層力を込めた。ただし当分の間これはマル秘でいきます。着々と外堀から内堀を埋め、全ての体制が整ったところでドーンとマスコミ発表とします。テレビに本物のドラマが戻ってくるんです。先生、もうなんなのそのシリアスクラッシャー。いたいた。監督の樺沢と制作会社のプロデューサーのズルイが駆けつけた。ズルイさん、いや先生いらっしゃるとき、もう無理無理にロケの合間をつくうるせえや。同時に口を開いた樺沢とズルイの表情が止まって言葉を飲んだズルイさん、ズルイさん、ズルイさんかな。ズルイさんはさ、あんまり出てこないけど本当にズルイさんって顔してるよね。すごいな。私たちはまだ手を握り合っていたのだ。二人とも完全に固まっている。こういう時は誰かが冗談にして笑い飛ばしてしまえばよいのだが、きっかけを失うとかえって妙な方向へ行ってしまう。気まずいね。いや、がは、うー、
そうだ、飯でも行きますか。カバサーとズルイはわざとらしく背を向けて打ち合わせをする。私は立ち上がった。じゃあ僕はこれで打ち合わせは終わったんだ。え、打ち合わせ？うん、先生のご希望でね。さっきの本直しが入る。小枯らしが事情を代弁してくれた。先生はひらめくと一気呵成のタイプだから、ここはお帰りになった方が。飯は我々だけで行こう。いやー、本当に心強い味方ができた瞬間ですよね。あ、そうっすか。なんだ、うまい店があったのにな。その後はこれもんのこれもんで。ずるいが下品な笑い方をした。制作会社造影社のプロデューサー38歳、曲プロに取り入ることだけを考えている。居酒屋で木枯らしに向こうのテーブルのやつが不愉快だ、殴ってこいと言われたことを脳を真に受け、はいと襲いかかって逆に満身創痍にされたという逸話がある。やりました木枯らしさん、つぶやいてずるいは気絶したという。かわいそうにな。まあまあまあ、そういうところから取り入った方が出世とか、あとは会社の利益とかにもなりますからね。わからないでもないんだけどさ、木枯らしさんも木枯らしさんで結構突飛なこと言うわね。制作会社のプロデューサーにありがちなタイプの中でも最下級タイプだ。最下級タイプ。本は読めない、企画力はない、方向性はない、主体性はない。代わりにあるのはスケベ心とごますり心と下心。最悪ですね。主役と監督と曲プロにどう取り入るかに不信し、それだけが己の職務だと考えている。そういう人もいてもいいんじゃない、知らんけど。残念だな先生。そんじゃこの次にはぜひ。あ、そのうちにね。そのうちなんておっしゃらず。いい女のいる店めっけたんすよ、ほんと。悪意。悪意しかない。ゴルフと酒と女の話しかしない。この手の男がテレビを牛耳ってダメにしている。私は黙って彼らに背を向けた。先生、次回にはぜひ。うえへへ、このメンバーでこれもんのこれもん。期待してますよ、市川文康の傑作を。最後の木枯らしの言葉だけが私の支えだ。三者三様、いろんなこと言ってるんだけれども、やっぱり木枯らしさんは味方だよね。さあ、この後は執筆するのかな。ここが何ホテルだっけ。ホテルの仕事場へ戻ると、焦げたような匂いは完全に消えている。留守の間に室内のリメイクは終わっていた。ベッドもトイレも浴槽も清々しいほどに綺麗になっている。私はいっぱいに窓を開けて室内の空気を入れ替えた。よし、これでいい。私はまっさらの状態で仕事に向かう気持ちになった。いやー、なんか全然始まった時と顔が違いますよね。1日目始まった時と。あれからどれくらい経ったろうか。私はデスクに向かうなり、疲れたようにワープロを叩き続けている。言葉は内部からほとばしるように溢れ、放射し、止めどなく流れ、ディスプレイに連射するように定着していく。私の原稿だ。私の原稿だ。今こそ私の原稿が出来上がっていくのだ。私は高揚し、叫び、いつしか酔っていた。まだこれだけの精神と、残っていることが嬉しかった。私はその文体と内容にも酔った。私は作者であり、読者だった。レトリックは美しく、ストーリーはワクワクさせた。程よく文学的で、程よく娯楽的だった。ポタポタと 手元に落ちるものがあった。それは涙だった。心の雨、時に浄化を、時に苦痛をもたらす。熱い涙だった。泣いている。この私が泣いている。泣きながら執筆することなど何年ぶりだろうか。初めて文学賞をもらった頃の私はいつも泣きながら書いていた。あの頃の血が戻った。あの頃の怒りとエネルギーが戻った。私は時間を忘れ、己を忘れた。私はワープロと一体化した。これぞ私の作品。今こそ、真に
市川文康の作品が生まれるのだ。人はかつてない感動を覚えるだろう。そして今こそ市川文康が何を書こうとしていたかを知るだろう。ということで2日目に続くということで、市川さんお疲れ様です。いやー、希望が見えるね、本当に。ただ2日目どうなっていくのかっていうところは私たちにはまだわからないところなので、続きやっていきましょうね。では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 、どうしようかな。微妙な時間が残ってしまっているんだけれども、残りがこの下段3人なんですよね。いや、なんか意識したわけじゃないんだけど残っちゃったね。どうしようかな。今よしこってどの辺だった？ちょっと確認しますね。はい、よしこなんですけれども、まさしのせいで女相撲みたいなやつ、あれのオーディションに受かっちゃうみたいなバッドエンドで止まってましたね。なのでそこはもう回避されているので、エステを受けるというところからスタートですね。よしこはエステサロンのある雑居ビルに足を踏み入れた。まあ七王会のホームがあるところですね。店内は明るく綺麗である。まるでホテルのロビーのようだ。なんだか場違い、気遅れそう。ほっそり優雅な女が寄ってくる。お待たせしました、エステティシャンの竹内みどりでございます。エステデエリザベスの経営者であり、エステティシャン。大学時代は工学部で金属がどこまで薄く伸びるかを研究していた。卒論は金属の圧縁と温度の関係。大学院でもその研究をしていたが、ある日人間を薄くすることに興味が移り突然転職した。工学博士の博士号を持つ。いや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 人間を薄くすること、まあ確かに細くと薄くは似たようなもんですけれどもね。不思議な人だよね。いや、この人ね、本当に不思議な人なんで、ぜひね、その、なんていうの、強烈さ、キャラの強烈さを、ぜひね、皆さんの心に刻んでいただきたい。竹内女子の華奢な体つきが、よしこの目には眩しい。細いです。よろしくお願いします。エステについて、お詳しくお知りになりたいのですね。はい、何でも結構ですから、どうぞ。私、どうしても痩せたいんです。エステって本当に痩せられますか？竹内女子は笑顔を絶やさない。まあすごいなんか、高そうなとこだよね、ここね。お目標体重はいかほどでしょう？目標ですか？とにかくスラッとしたいんです。お身長とお体重をお教え願えますか？もうここですでにね、言葉遣いが変だということだけ。はい、身長は155センチ、体重は。よしこは突然恥ずかしくなった。よしこって155しかないの？私156なんですけど同じ身長じゃん、ほぼ。そうなんだ。うわー、なんか発見だな。お体重はおいくつでしょう？60。大体でお結構です。60キロとちょいです。じゃあお60キロにいたしましょう。お60キロ。竹内女子は大きめの電卓を取り出した。お身長マイナスお100がオブローカー法によるお標準体重になります。ブローカー法、 BMI かな。 BMI じゃないの？あ、違う、 BMI じゃない、これは。まあ標準体重、あ、そっかそっか、なんかそういうのもあるよね、確かね。竹内女子は奇妙な丁寧語で喋った。私は155センチだから100引くと55キロ。ただし日本人の場合、お軽視偏法といってお 0.9 をかけたものとなります。何？ブローカー法を日本人に合わせるために軽視という人間により、改変された方式。55×0.9。 竹内女子は電卓を叩いた。お49.5キロがお理想体重ですね。いや、ごめん、すげえ読みづらいすげえ読みづらい。 49.5 キロ。最も
これはお健康上の折り層ですから、帯用上だとお 4.5 キロ痩せ気味がちょうどいいですね。 4.5 キロ痩せ気味だとお45キロぐらいですね。64-45、やっぱり20キロ近くもデブだなんて。あ、よしこは本当の体重を言ってしまった。だが女子はお気づかぬついた。もうやだやだ、竹内女子に侵食されていく。気づかぬ風で、お BMI というお計測法もございますが、そっちでお願いします。お BMI はおボディマスインデックス法の略称です。 BMI、 さっき私が言ったやつですね。お標準体重マイナスお身長かけるお身長かけるお22です。お 1.55 かけるお 1.55 かけるお22。もうわかんないよ。女子は即座に電卓を叩いた。お 52.855 ですね。ほぼお53キロが折りそうです。やっぱり5キロ引くんですか。はい、お細い様にとってお47キロが美容上の折りそうとなります。じゃあ17キロ痩せないと。え、折りそうですね。痩せられますか、17キロも。竹内女子は大きくうなずいた。17キロを5日は無理だよ。もちろんです、やってみましょう。本当です。さあ、あちらのお部屋へどうぞ。竹内女子は自信に満ちて奥の部屋にヨシコを誘った。ということで、ヨシコのダイエット、エステダイエットが始まるところで今回は終わりにしていこうかななんて思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、あのおエステにおヨシコがお行く感じでよろしくお願いします。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you.